まあ、さっきまで紹介したこの2つはですね、あのティラノサウルスがでもとにかく走って獲物を追いかけるっていうタイプですけど、ここから紹介するのはですね、連携プレー、集団プレーです。まず2006年の NHK の恐竜対哺乳類1億5000万年の戦いですね。これは集団プレーをしています。ティラノサウルスが家族で暮らしていて、ティラノサウルスの子供2頭がトリケラトプスの群れを追いかけます。で、トリケラトプスを1頭を親のところまで誘導して、最終的に強いパワーを持った親が仕留めるっていうことをしています。まあ、この連携プレーはですね、まあ、この番組中にも出てきたんですけれども、カナダのフィリップ・カリー博士という方が提唱していますね。まあ、2000年代以降はティラノサウルスが群れで狩りをしたんじゃないかっていうふうに言われるようになりました。ただこの恐竜対哺乳類を見ると、まあ、個人的に疑問なのが、ティラノサウルスの大人はともかくとして、ティラノサウルスの子供に対してトリケラトプスがあそこまでビビってみんなで逃げ惑うかどうかっていうのがちょっと疑問なんですね。そこは自分よりもはるかに体格の大きなトリケラトプスを華奢な子供たちが追い立てるっていうのはさすがに無理がねえかというふうに思うわけですよ。それにじゃあティラノサウルスの群れにはいつも子供がいたのかっていうと、やっぱりこの狩りはいつでも使えるものではないと思いますし、ちょっと無理があるんじゃないかなというふうに思います。で、その点ですね、2001年のディスカバリーチャンネルの恐竜再生、まあ、もともとの題名は When Dinosaurs Roamed America ですね。かつて恐竜がアメリカ大陸を支配していた時代というものですが、これだったら同じ集団プレーで、確かエドモントサウルスだったと思うんですけども、1頭のティラノサウルスが獲物を追い立てて別のティラノサウルスのところまで誘導するっていうのをやっていて、ここで出てきたのは群れで狩りをしていましたけども、みんな大人だったんで、まあ、これはいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ディスカバリーチャンネルの恐竜再生ですね、ティラノサウルスくんが集団で獲物を追い立てていました。同じディスカバリーチャンネルで、これはティラノサウルスではないんですが、ティラノサウルス数百万年昔の北アメリカに生息したダスプレトサウルスですね。ディスカバリーチャンネルダイナソープラネットで絶滅した狩人ダスプレトサウルス、これに映ってるのは主人公のリトルダスですね、子供のダスプレトサウルスです。この作品でもこのようにダスプレトサウルスが、見えますかね、このように家族で暮らしていて、このリトルダスとそのお姉さんたちが獲物となるマイアサウラを母ダスプレトのところに追い立てるという狩りをしていました。個人的にはこのダスプレトサウルスのデザインすごく好きですね。めっちゃかっこいいです。ただ内容はちょっと子供向けかもしれないですね。若干シュールというか、ギャグっぽいシーンがあったりするのと、まあ、最後まで見ていただくと分かるんですけど、結局こいつら獲物にやりつけないんですよね。獲物にやりつけないで死んじゃうんですけど、結局狩り成功しとらんじゃないかっていう話ですね。個人的に気になったのが、リトルダスやそのお姉さんたちに比べて母ダスプレートの移動する速度を抑えすぎじゃないかというふうに思いました。確かにダスプレトサウルスは大型肉食恐竜ですけれども、ティラノサウルスほどでかくありません。ティラノサウルスは全長12メートル6トンから7トンと言われていますけれども、ダスプレトサウルスはだいたい8メートルから10メートル、体重は2トンから3トンと言われています。ちょっと母親のスピードを抑えすぎだと思うんですよね。さすがにこのクラスのサイズの肉食恐竜だったら、もうちょっと素早く動いても良さそうな気がするんですよね。ということで、ティラノサウルスの狩りの方法として追い立て型を紹介しました。最近だと NHK の羽毛ティラノも同じ狩りをしていましたね。まあ、これは2006年の恐竜対哺乳類と同じような感じで、やっぱり体格が小さな子供が大人のところまでトリケラトプスを誘導するって感じなんで、まあちょっと無理があると思いますけど、ただ全体的に見ると、あの羽毛ティラノ結構ものすごい速さで走っていたり、飛び上がったりしていたりするんで、全長12メートル、体重6トン以上の大型動物にできる動きではないと思います。あのティラノサウルスはアクティブすぎですね。まあこんな感じで、2000年代以降は群れで狩りをするティラノサウルス類みたいな紹介のされ方をすることが多いんですけれども、個人的にはどうなんだろうなというふうに思います。確かにティラノサウルスの仲間にはティラノサウルス類には群れの状態で見つかっている種類もいます。例えばアルバートサウルスは1箇所から 2,30 体がまとまって見つかっています。こういった種類だったら、まあ群れで狩りをしていたかもしれません。ただ
それはアルバートサウルスが群れで狩りをしていたかもしれないというだけであって、同じティラノサウルス類であってもそれ以外の種類にそのまま当てはまるかどうかっていうと、そこは疑問ですね。現代の動物でもライオンは集団で狩りをしますが、ライオン以外の多くのネコ科の動物は単独で暮らしますよね。ティラノサウルスが確実に群れで生活をしていたという化石証拠は残っていません。今分かっているのはティラノサウルス類の中で群れで生活をしたかもしれない種類がいるというだけです。またアルバートサウルスに関しても一箇所でまとまって見つかったからといって、じゃあ彼らがどの程度社会性がある動物だったのかっていうのは分かりません。集団で連携をして狩りをするのではなく、単純になんかそこに集まってただけという可能性もありますよね。